皆さんこんにちは、れいこです。今日はですね、今札幌駅に来ています。これからですね、とあるレストランに歩いて向かうと思っています。もうね、伝わるかな、今にも雨が降り出しそうな曇り空です。さっきちょっとね、パラパラっとなんかこうシャワー的な雨が降っていたんですけどね。なので万が一雨が降ってきても大丈夫なように地下道を歩いて向かおうと思います。では行ってきます。あ、ちょっと晴れてきた。なんか晴れたり雨降ったりっていう天気ですね。今週はね、そんな感じの天気みたいです。あったかい。このアピアドームの中はなんか温室みたいになってて、すごいあったかい。この中でなんかこう熱帯の植物が買えそうなぐらいの暖かさです。これはどっちだ、こっちかな、合ってるかな。よし、レッツゴー。そうですね、これから向かうレストランの最寄り駅がね、中島公園って言ってて、札幌からね、3駅のとこにあるんですけど、こうやってね、地下歩通称地下歩、地下歩行空間を歩いて向かおうと思います。この辺りはね、なんかこうアイヌの、ね、民族的だったりとか、ウポポイっていうね、最近施設がオープンしましたけど、それをプロモーションにも使われてるエリアですね。なんかかっこいいんです、すごく。アイヌの伝統的なこう柄があったりとかね、アイヌ民族の象徴でもあるこういった木彫りのフクロウの像もあったりします。札幌のこの駅の地下道は日本で一番長い地下道だそうです。ここからね、すすきの駅までずっとね、直線で歩いていきます。今日みたいに雨が降りそうな日だったりとか、あと雪の日なんかね、すごく活躍するだろうな。あと何よりね、信号がないっていうのがすごく快適ですね。止まらずにずっと歩いていけるし、車も通らないから安全ですね。やっぱりね、歩いてる人多いですね。今日平日の昼間なんですけども、たくさんいろんな方が歩いてます。スーツ着てる人も多いかな。先日昼間赤レンガの方とか、あと時計台の方も行ってみたんですけど、結構ね、観光客の方が多かったです。7月に来た時はね、10月ほどじゃなかったかな。今回はね、いろんなところで観光客だろうなって方が、ね、たくさんいらっしゃいました。ちゃんと撮れてるのかな、なんか斜めってない、大丈夫。今回はね、こうやってピンマイクをつけながら撮影しています。このね、ピンマイクをこうスマホにつけてるからね、ちょっとした重さの比重で斜めになっちゃうのかな。まあ、でもね、このピンマイクがあるおかげでボソボソ喋ってても声を拾ってくれるっていうのはすごくありがたいです。さすがにね、なんかこうたくさん人がいるところでなんか大声で話すっていうのは結構恥ずかしいですよね。まあ、だいぶね、自撮りしながら歩くこと自体には慣れてはきましたがちょっと気まずい地下鉄の大通駅まで来ました。札幌大通駅、そして次はすすきの駅になります。だからまあ半分ぐらいかな、まだ半分行ってないか、3分の1ぐらいは歩いたかな、目的地まで。でもすごく快適です。信号もなくてね、こうスイスイ歩けるから、ここに歩くの好きなので、とね、これから美味しいもの食べるから、ちゃんとカロリー消費しとかないとね。ポールタウン差し掛かりました。ここからは、ね、商業エリアですね。雨の日でもお買い物できますけど、何が入ってるの？ファッション。この辺はファッションエリアですね。こう着物屋さんがあったりとか、コスメ屋さん。ボクシタンも入ってるんだ。いいですね。雨や雪でもね、お買い物できるっていうのは
ごい便利ですよね。今日はね、10月のもう早くも中旬になりました。結構ね、風が冷たくなってきましたね。私今回ね、あんまり暖かい格好、まあ、秋の装いできたのにね、さすがにロングのコートとかダウンとかは持ってこなかったです。今日はね、ヒートテックとセーターで歩いてますけども、まあ、昼間は大丈夫ですね。風がね、すごくひんやりして気持ちいいなっていう感じです。ただ夜になるとさすがにね、そろそろコートとか着たくなるのかな。まあ、でもこうやって見てると札幌の方ってそんなに厚着してる方いないですね。本当皆さん秋の装いって感じで。あ、この階段上がるとたぬき工事に行くんだ。今ね、地下道をスイスイ快適に歩いています。ファッションエリアからだんだん、あ、美味しそうクリスピークリームドーナツがあったり、だんだんこの辺から飲食店エリアに変わってくるのかな。札幌本当いいですよね。すごくね、都会なんだけど、なんかこう便利さもね、もちろんありながらも、こうやってね、地下から上に上がると木がたくさん植わってたりとか芝生があったりとかしてね、そういう都市と自然が近いっていうのがね、私はすごく魅力だと思っています。さて、京都すすきの駅に到着しました。まだまっすぐ行けるのかな。行けるところまでまっすぐ歩いてみます。このね、地下歩行空間、地下歩はすすきの駅でおしまいで、私が、ね、目指しているのはその一歩先の中島公園駅というところになります。なのでここからは外に出て歩いていきます。なんかこの地下の通路のところにもおでん、煮込み、お刺身、天ぷら、なんかいろいろあるんだ。居酒屋さんがあったり、奥の方にもなんかあります。すごい、さすがすすきのですね。飲食店こんなにたくさんあるけどね、ほんとよく皆さんやってけるよね。本当にさ、目立たないところにもたくさんお店があるから、それでも潰れないっていうのはお客さんが来てくれるってことだもんね。すごいですよね。外に出てきました。どっちだまた方向音痴を私は発揮してます。あ、こっちだね。オッケー。このまま真っ直ぐ進んでいきましょう。先ほどのね、階段、あちらの地下からね、こう上がってきて、どこに出たかというと、あのすすきのの交差点に出ました。わかるかな、あれがね、いつも私がライブ配信とかしているマクドナルドですね。そしてですね、この私のちょっと背中側に、じゃん、日課のひげのおじさんが、じゃん、ここにありました。全然私ね、方向分かってなかったね。階段から降りてきた時に危ない、全然違う方向歩いていくところでした。あそこね、階段地下から出てきたら、ちょうど日課おじさんのこの麓に出てきました。ということはこっちですね、方向は。危ない、よかった、この交差点の日課おじさんがいたから自分のいる方向が分かりました。このまま目的地に向かいましょう。なんかだいぶ晴れてきましたね。よかった今週のね、週間天気予報見たら、なんかこう札幌ね、雨が続いてたんですけど、よかった。今朝はね、ちょっとパラパラ降ってましたが、今こうして光が降り注いでます。すごい気持ちいい。このね、緑の葉っぱも光に当たるとすごい美しいですね。やっぱりね、この札幌のこの都市とこうやってね、自然の融合、この、ね、都市にいながらもこういった自然が楽しめるこのアーバンアウトドアがね、実現できてるっていうのが私はすごく魅力だと思っています。よくね、なんで札幌そんなに何回も行くんですかとか、札幌に彼氏いるんですかとかね、結構聞かれるんですけど、札幌に彼氏いませんそうなんです。なんかね、都会も都会で好きなんですけどね、こうとかね、飲食店入ったりとか、何か素敵なかっこいい建物見るのとかもね、すごく都会も好きなんだけど、やっぱりね、こういう自然があるってすごくいいですよね。こう
ごくそのバランスがねいいなと思って、そういうところが私はね札幌の好きなところですね。めっちゃ見られてるめっちゃ見られてる。そりゃそうだよね、あのスマホジンバル片手にピンマイクつけて喋りながら歩いてたらそりゃ見るわなジンバルが。よし、やっぱり日が出てるのと出てないとじゃね全然暖かさが違いますね。すごい気持ちいい。待ってね、今私がどこに向かっているかと言いますと、このスノーピークが運営しているレストランに向かっています。ファームトゥーテーブルテラというお店なんですけど、あのすごく名前もね素敵だなと思って、すごいのずっと気になってたんですよ、ね、ファーム農場からテーブルへ、そしてテラ、テラってねちょっとさっき調べてみました。あの私地球って意味だと思ってたんですけど、もちろん地球っていう意味もあるんだけれども、他にもね月の陸とか大地とか火星金星っていう意味もあるそうなんです、まあ、つまり、ね、このなんか大地の恵みをテーブルへっていうコンセプトなのかなと解釈しましたやっぱりこうスノーピークってねそういうアーバンアウトドアをこう牽引してたりとか、この商品もね私もいくつか持ってるんですけど、すごい使い勝手がいいですよね。値段はねやっぱりアウトドアブランドっていろいろありますけど、ちょっと高めの価格帯ではあるけど、その分ねすごく質がいいし、なんか信用できます、うん、デザインもすごく考えられてるなと思ってね、特にシングルバーナーが気に入って大活躍しています。このねスノーピークさんが手掛けるレストランということなのでね、かなり期待してます。しかもホームページ見てみたの、そのレストランの、テーマもがねアーバンアウトドア、まさしくすごくないレストランで、しかも都市にあるレストランでアウトドアを楽しめちゃうっていうね、本当にスノーピークさんらしいコンセプトのお店だなと思って気になってました。でせっかくねこのアーバンアウトドアのレストラン行くなら天気が悪い日に行った方がいいかなと思ったの。こう今日は雨だな曇りだな、でもその時でもアウトドア楽しみたいっていう時に行こうと思ってね、今週あまり天気良くなかったから今日行こうと決めたんだけど、めっちゃ晴れてきたこれはこれで嬉しい。晴れ女なのかな、そんなことないと思ってたけど、でも嬉しいですね。なんか晴れてるってだけでねすごく気分が明るくなりますよね。本当青空が綺麗。さあ間もなく中島公園に今まっ、ね、すぐ直進したあの木がたくさん生えているところが中島公園です。今日はちょっと風が強めですね。今日はねセーターに合わせて細めにねたくさんこばーっていう髪の毛にしようと思ってね細かく巻いてみたんですけど、どうかな、なんかボサボサに見えるねあんまり良くないかも、なんかライオンみたいになっちゃったまあいいか。はい、中島公園に到着しました。そして、ね、目的地はここをね左側に行ったところです。こっちですね。でも完全に晴れたね、真っ青、空が気持ちいい。いやいいです ね、 このね私が今向かってるファームトゥーテラさんはなんかお持ち帰りメニューもできるみたいなのでね、そこで天気がいい時お持ち帰りして中島公園で食べるっていうのもねいいんじゃないかな。今日はせっかくなので店内でそのねアーバンアウトドアレストランっていうのが一体どういったものなのかを見てみたいと思います。めちゃくちゃ期待値上がってますなんかねもうすでにね食べログとかいろんなので写真見たんだけど、レストランの中に木が生えてた、本物なのかな、あの木は果たして本物どうなんだろう。でもスノーピークさんだからあんまりなんかそういう偽物とか置かなそう、なんかすごくこだわってそうだもんね。やばい、めちゃくちゃ期待値上がってますということで着きました。おー、わかるかな、このねこの建物がファームトゥーテーブルテラさん、
そしてこの周りには木が植わってます。白樺の木、北海道らしいですね。なんか歩く場所がある、小道みたいに、ちょっとせっかくなのでこっちから入ろう。小道を、あ、気持ちいい。なんかすでに木陰が入っててすごい気持ちいい。開いてるかな、入り口どこなんだろう。ここにドアあるのかと思ったら違うな。ちょっと回ってみます。どこだどこだ。あれ、どこから入るの。ドアがない、ドアがない、ドアがない。ホテルマイステイズ札幌パークかな、きっと。ですね、よかった、合ってるっぽい。あ、合ってる合ってる。こちらですね、オープン。あ、すごい綺麗なホテル。ああ、OK、消毒、ちょっと消毒してから入ります。 OK、 めちゃくちゃ綺麗。伝わるかな、なんかね、本当これぞアーバンアウトドアですね。都市の中に、なんていうの、テラスみたいなあります。めちゃくちゃ綺麗。こんにちは、一人です。あ、ないです。あ、そうなんですね。何時頃だったら開けますか。あ、そうなんですね。ちなみになんか店内撮影とかって大丈夫ですか。そうですね、他のお客様が映らなければ。分かりました、ありがとうございます。あ、残念、予約してくるのよかったです。というわけで、ちょっと待って、テイクアウトだったらいけるのかな。テイクアウトメニュー、せめてこれ持ってってさ、中島公園で食べるっていうのはありかもしれません。ただいまですね、持ち帰りはできるってことだったのでオーダーして、作ってもらうのを待っています。ここの、ね、ロビーでお待ちくださいとのことでした。なんでここでちょっと待って、そのね、購入した食事を持って食べに行こうと思います。というわけで、じゃーん、お持ち帰りしてきました。でもね、逆に良かったかもしれない。今日ね、予想外にいい感じで晴れてくれたので、うん、むしろね、建物の中で食事するよりかも、その中島公園、もうアーバンアウトドアじゃなくてリアルアウトドアに、ね、変更になりましたけども、結果オーライですね、むしろ。うん、空気もすごい清々しいし、本当ね、逆にラッキーだった。うん、どこへ食べようかな。前肉まん食べたあたりにしようかな。前回ね、7月に来た時はちょうどカラスが繁殖期だったのでね、かなりカラスたちもね、威嚇してきましたけど、多分10月は大丈夫なんじゃないかな。そう、前回ね、7月で、前回7月にね、ここの中島公園で肉まん食べた時はね、カラスがもう何十羽来たかな、本当に20羽ぐらい来たかな、バーって集まってきてね、めちゃくちゃビビビってました。今日は大丈夫だといいな。あ、奥のベンチが空いてるからそっちにしようかな。いや、本当にいい風。うわー、綺麗。このね、青空とこの芝生と、もう本当に晴れた時のね、もう緑の色が全然違うよね。本当気持ちいい。この緑の芝生に、あの高低感が生えてますね。じゃん。わかんない。正解はベジタブルヘルシーバーガーでした。ソイミートのね、あの動物性不使用のバーガーを購入しました。あったかい、ほかほか。あとね、これが
なんかオーガニックのポテトフライ、ちょっとこっちから開けてみようかな。どう？なんかポテトフライって言うとさ、ほんとなんかカロリー高ーって感じのイメージあるけど、あとほんとなんかお芋をねゴロゴロっと、ほんとこれフライしてんのかな、なんかオーブン、あでもフライか、ちょっと油っぽいな。うん、なんか素揚げって感じだね、どっちかというと。しかも芋の種類もね、なんかじゃがいもと、なんだろう、なんか紫色のお芋が入ってます。カモがめっちゃガーガー言ってるかわいい、追いかけっこしてるみたいめっちゃ泣いてるちなみに今日の私のセーターもじゃん、カモあそこにいるカモと同じ合わせてきましたなんて理由は後付けですが、同じお揃い。さあバーガー食べよう。かわいい、ほらお店の名前が入ってます。ファームズテーブルテラ、いただきます。うん、ふわふわ、めちゃくちゃふわふわパンズですね。天気がいいと本当に色も綺麗だし、気持ちもいい、空気もすごいすがすがしいし、うん、結果オーライでした